の膝枕って顔の向きが逆なんじゃ。俺が生まれた国ではこういう膝枕もあるんだ。ほっかくろ。おい、お前これ半分食っただろ。じゃんけんぽん。あの二人は何をしてるの？野球拳させてる。あんたびっくりするくらい欲望にストレートね。まさか次は私にもあれをやるって言うつもりじゃ。次は高級シュワシュワ買ってこい。アイコがあと3回続いたら2人とも1枚脱ぐこと。あ、ユユ、私は信じていますよ。めぐみ、アイコでしょ。へ。なんですか、負けたからといって逆ギレですか。あ、ちょ待ってください。ボロリといきません。カズマ、腕立て100回終わったぞ。次は腹筋100回な。怪我された。女神なのに怪我された。まだチョーカー外れませんか。うん、とても残念だが明日も俺の願望を叶え続けるしかないな。